バル君とモニカちゃんが育ってっちゃったけども、カブちゃんは寂しい思いしてないかな。あれ、なんかカブちゃん遊んで待っとるよ。あれ、カブちゃん楽しそうだね。それでは張り切ってどうぞ。ほいでこれ、カブちゃんの後ろについて歩いとるのがこれ、去年の11月に巣立ってったあんみつちゃん。あんみつちゃん、今回里帰りで我が家に来とるんだよ。ほいで、カブちゃんと初対面して、これ早速遊んでくれとる。カブちゃんもバル君とモニカちゃんがいなくなってもあんみつちゃんが遊んでくれるもんでよかったね。あんみつちゃんはおむつをしとるのは、これは粗相をしちゃうからじゃなくて、女の子の関係だもんね。おむつをしとるんだけども、これカブちゃんおむつしとるの初めて見たもんだから、あれ、これ引っ張って遊ぶやつだよねと勘違いしとる。やめてあげてください。ほら、あんみつちゃんも、まあ、あんみつちゃんもこれ優しい性格だもんね。おむつ引っ張られてもほぼ無抵抗。まあこういう無抵抗主義はビアンカ人も同じだけども、これあんまりよくありません。だけどカブちゃんは楽しそうに遊んでおります。まあ、あんみつちゃんもおむつ引っ張られてなんか楽しんどるね。あなたもなんだか知らないけども。そうそうそう、こうやってあんみつお姉ちゃんに遊んでもらって、カブちゃん楽しく過ごしてってよ。そう。ちゃんと遊ばんといかんよ。おむつ引っ張るのはこれ遊びじゃありません。これはカブちゃん、それはやめてください。あれ、あんみつちゃんの無抵抗主義もやめてください。まあそうそうそう、ぬいぐるみで遊んだり、そういう遊び方してよ。そうそうそう。ぬいぐるみで引っ張り合いっこしたりして遊ぶのが、これ正しい遊び方。そう、これぞ子犬。あんみつちゃんもお姉ちゃんだもんね。半年お姉ちゃんだもんね。まあこれ、楽しく遊んでるね。上手だね。あんみつちゃんも我が家で過ごした2ヶ月間でみんなとこうやってプロレスやったから、こうやって楽しく遊べます。そうそうそう、こうやって遊んでよ。カブちゃん、よかったね、楽しいお姉ちゃんが来てくれて。あ、ほらこれイズちゃん、イズちゃんもうこれ心配してカブちゃんに近づいとるけど、まあカブちゃんはあんみつちゃんに夢中。これイズちゃん切ないパターン。ねえ、楽しいね。やっぱり子犬は子犬同士で遊ぶのが一番テンションが上がるみたい。ぬいぐるみ、あら、取ったり取られたり、楽しいね。あんみつちゃんも上手。さすがあんみつちゃん、あなた遊ぶのがとても上手です。まあカブちゃんも楽しそう。ちゃんと上手に取られてあげるっていうのもできる。で、なぜか謎の体当たり、そしておむつの引っ張り。これだけは、これおむつをぐちゃぐちゃにするのだけはやめてください。カブちゃん、あなたおむつ好きね。意外とおむつ引っ張るのはやめてよ。ぬいぐるみの引っ張り合いっこでしっかり遊んでちょうだい。楽しいね。あんみつちゃんもまだまだ子犬ちゃんだもんね。まあ楽しく子犬同士で遊べるっていうのが、まあいい感じ。もうビアンカ人みたい大人になると、なかなかこういう風には遊べない。これまたイズちゃん様子見に来たよ。
ちゃんと遊べれとるのって。いいえ、もうカブちゃん、まあ、イズちゃんに勘中ないわ、これ。さあ、切ない。まだこれ関係ないけど、ほんでこれ、フレンチブルドッグとは何にも関係ないんだけども、これケーキ。なんでケーキ、パパさん買ってきたのって聞いたら、なんと、ゆかちゃんとパパさん、結婚して、このゴールデンウィークで、20年目の記念日なんだって。パパさんに、20年間、結婚生活、続ける秘訣は何って聞いたら、とても我慢することだよって言っとったよ。今日はここまで。